はい、こんにちは、しげちゃんです。いやー、やっと涼しくなりましたね。で、まあ秋といえばやっぱりなんかこうおしゃれしたくなるじゃないですか。で、先週と今日かな、今日でまあ、しげちゃんの、秋のアイテム、今年はねパンツを4本買いました。で、20年ぶりぐらいに、Gジャンをね、買いました。で、シャツはね、ちょっと今年流行りのねチェックの、シャツを2枚、これユニクロですけど、2枚買って、で、まあ、靴はね、シューズはねちょっと、まあ、去年のね気に入ったのが3つずっとあるんで、まあ、履き回していいかなと思ってます。まあ、なんかあればねまたちょっと欲しくなるかもしれないですけど、あとはこのね老眼鏡でちょっと色が入ってるんですよね。まあこれ夜でもまあそんなには見えづらくないんで、車の運転も夜でも全然大丈夫だったんで、まあサングラスチックな感じの、まあ老眼鏡です。上がねこう入ってなく、下だけ度が入ってるんで、でなかなかね今どっちかっていうとこういうね黒縁のメガネのちょっと太めってそんな流行ってないんですけど、でもねなんかねやっぱりねこういう方が一番しっくりくるんですよね。でちょっと前に、まあこれもすっごい流行ってるけど、ウェリントン系のね形も買ってみたんですけど、で自分ではねいいなと思ってたんですけど、なんかこう YouTube の動画見たりとかねしてると、なんかねちょっといまいち似合ってねえなと思って、なんでちょっと黒縁のちょっと太めで、まあこれがなんか一番自分にやっぱすっくりくるんで、気分も変わるし。で、なんと、ショート動画では言ったかな。ちょっと秋に向けて髪を切りました。で、秋に向けてというかわかんないけど、ちょっと色も黒くして、で、ちょっとね、こう、もうちょっと女性っぽい頭にしてみたかったんですよ。もう、いわゆるボブですよね。あんまりダウンが入ってない。で、意外とね、これね、上級者向けのね、メンズはね、上級者向けのヘアスタイルなんですよ。これや、このヘアスタイルだとね、めっちゃおしゃれしとかないと、ほんとダサくなります。普通にしてたら負荷あるようになっちゃうんで、ね、もうおしゃれ上級者しか進めないです。なんてね、ということで。で、まあ、僕からしてみればね、もう車も、洋服みたいなもんです。高い洋服、もうファッションです。ファッションの一部、まあ、洋服も車もね。で、やっぱりかっこよくなるべく生きてね、かっこいい車乗って、かっこいい洋服着て、かっこよく仕事してって頑張ってるんですけど、これがね、まあ、全然普通にね、そんなかっこつけなくても超イケメンだったらね、何もしなくてもね、むちゃくちゃかっこいいんですけど、僕はなんせね雰囲気だけで、なんとか補ってるんで、これ、ね、本当に雰囲気だけで。これ、普通の頭にして、ね、おっさんの格好してたら、本当に56でね。で、皆さん、ユニクロ、すごく好きじゃないですか。僕も持ってます。ただ、ユニクロがね、自分の洋服の中で、ユニクロの比率がね、ちょっと4割超えると、正直ダサい、かな。せめてね、やっぱ2割以内ぐらいに抑えとかないと、もう5割、6割いったら、もうほぼユニクロみたいな感じになっちゃうんですよね。そうすると被りやすくもなるし、ユニクロの商品ってシンプルで、ね、すごくいいんですけど、シンプルしすぎちゃって、まあ、個性がなくなっちゃうし、まあ、やっぱり、ユニクロのアイテムはね、まあ、2割ぐらいに抑えといて、うわ、今日着てるのほぼ半分ユニクロじゃんってなったら、あと自分のクローゼット見て、自分の洋服がね、やべえ、もう4割ユニクロ超えてるな、ユニクロ比率が超えてるなと思ったら、少しそこは考えて、高いもの買わなくていいんですよ。僕なんかも、Gジャンも古着だし、この間買った。で、パンツ2本も古着だし、ね。そんなんでいいんですよ。ちょこっとやっぱり、ユニクロ系にならないように、自分の個性をちょっと出したらいいかなと思います。じゃあちょっとその辺の参考にしてみてください。どうぞ。
はい、しげちゃんのファッションショー始まります。いきなり、ユニクロのシャツですすいませんで、ボトムスはね、あのちょっとこうスウェット素材のサルエル系のパンツ履いてます。ちょっとブルーっぽいやつ、これも先週買って、まあ、すごい履きやすくて、まあ、ちょっとスリムっぽい感じでね、ちょっと履きやすいからね、履いてます。で、これもね、もう全く同じの、同じやつで、ストライプのやつ買ったんですよ。で、ストライプのこういう感じでデニムのシャツって本当王道ですよね。本当似合う、うん。まあ、俺だからよく余計似合うっていうのもあるけど、はっはっは、かっこいいね。まあ、ちょっとスウェット的な感じなんで履きやすいんでね。このデニムのシャツはもう3年前ぐらいに買ったやつかな。このスニーカーはね、プーマの、これも2年前です。この色が気に入って、大切にね、まあこの冬も、活躍するでしょうね。これ、カーゴパンツ。これかなり XL で、今流行りのちょっとかなりダボっとした感じでね、買った G ジャンと、この G ジャンもね、リーバイスだったんですけど、古着で、なんと7800円、めっちゃ安かったんで、速攻買いました。すんげえ気に入りました。久しぶりに買って、まあ、これぐらいねダボっとしたボトムスだったらやっぱりボリューム感あるね、スニーカーの方がいいかなと思って、これもね2年前に買ったんですよ、ちょっとヘビ柄というかスネーク系のね、ちょっと活かした感じのやつで合わせてみました。で、このパンツね、あの裾をねこうちょっとキュッと締められるようになってて、キュッキュッキュッとキュッキュッキュッと、はい、こっちもキュッキュッキューッとキュッと締めると、こんな感じのシルエットにね、まあ、結構これも、まあ、流行ってるっちゃ流行ってるのかな、うん、で同じパンツで上、これもユニクロなんですけど、このチェックもね本当に流行ってますよね。で、僕175センチなんですけど、これで XL です、うん、かなりダボっとして、まあこのパンツに合わせるんだったらやっぱサイズ感大きめじゃないとね、なんかバランス悪くなっちゃうかなと思って、これも、古着のパンツですけどデニムです、うん、で少し、ちょっとラッパーっぽいって言ったら変だけど、そんな感じで、この上着もね、まあ今年夏買ったのかな。でこれぐらいのねシルエットだったらスニーカーもね、ほんと、あのバンズのこういうスリッポンとかでも全然バランス悪くないかなと思って。で、キャップちょっとかぶって、ゴールドのね、これ安物のネックレスやって、少し、ね、ラップよくわかんないけど、うん。うん、これも同じ、上下なんですけど、ちょっとカーディガン、うん、買ってみて。で、これ、チノパン。チノパン、これもね、もうこれはね、5年前ぐらいです。ちょっと細身のシルエットで、今時っぽくないんですけど、ちょっと大人っぽい雰囲気にしたいなと思って、まあ今でも大切にね、着てる感じです。この上はね、これもちょっとカーディガンなんですけど、少し、こう、なんていうの、こう厚手でね、ね、なんかこう、ちょっとカジュアルなんだけど少し大人っぽいかなと思って気に入って、ちょっと買ってみました。カーディガンね、どうでしょう。 OK で、同じアイテムなんですけど、ジャケット、チノパンにちょっとジャケットをね、同系色のジャケットで、インナーにはね一番最初に着てたユニクロの、チェックシャツ着て、少し大人っぽい、感じにね、まあ、カッコつけちゃってね、うん、まあこんな感じ。こんなおっさんなんか、あの客観的に見てたら嫌だなまあいいけど。で、黒パンにこれ買ったね、古着の G ジャン。俺ね、僕ねすごい好きなんですよ、黒パンツに G ジャン合わせるのって。久々にちょっとジージャン買って合わせてみました。なんだろうね、こう、うん、すごくおしゃれな感じに見えて、すっごい好きなんですよ。うん、この黒パンはね、オシュマンズで買って、一年中通して履けるぐらいの、なんか素材感で、
でこのスニーカーもで黒パンにね合わせるときはスニーカーは絶対派手な方がいいですよ。あの黒とかグレーとか合わせるとあの逆になんかすごくなんかスラックスみたいになっちゃうんで必ず絶対派手なねスニーカーの色の方が絶対おしゃれ感が出ると思うんじゃないかなと思ってます。いやこのデニムあのジージャンかっこいいなマジで。ああちょっといい買い物しました。はい、ねこの黒パンに、黒のトレーナーももう 2,3 年前からめちゃくちゃ流行ってますよね、うん、で、黒パンさっきの黒パンとでこれもウォッシュマンズで買ったこれはもうね去年なんですけどで今やっぱり黒って結構流行ってるんですよ、うん、まあなんかちょっとカジュアルなんだけどシックに行きたい時はもうこんな感じですね、うん、でこのトレーナーもねこのトレーナーは結構もう 4,5 年前に買ったんですけど、結構好きでねずっと大切に着てるアイテム